私ね、うん、ベストアルバムをよく買うんだ、いろんな人の。だからね、有名な曲はわかるさ。You will always gonna be my love。 英語わかんないだろう。ちょっとやば落ちてないこれ。 No real for loving you will be the one in my own。 ちょっと待って、落ちてるこれ。ちょっと待って、私今どうなってるこれ。あれあれあれちょっと外どこにいるの。あれすごい落ちてることだけは把握するけど。あれ、あ、降りた。オッケーオッケー。さあちゃん、LR 苦手でしょ、英語の。 LR どういう、例えば You will always gonna be my love, love。You love is gonna be the one。 Be my love だね。 My, my, my love。 My love か。そう。で、 You will always gonna be always が all L。 L が入るの。 Always gonna。 まずね、歌詞がわからぬ。 You always gonna be my love だね。 LR ね、めっちゃ難しいんだけどね。 LR さえね、クリアしたらね、英語ね、マジでめっちゃ通じるようになる。猫ちゃん、猫ちゃん、なんだっけ、宇多田ヒカルだよね。 LR 難しいんだよ。そうなの、めっちゃ難しくて。そう、 LR さえでもできるようになったらね、英語の人生は変わるで。え、待って、本当に迷子なんだけど、どこ。歌詞がね、うろ覚えなんだよ、ね。ただいま。影響思い出すね、影響思い出すよね。神様も影響持ってるよ。神様はね、割と強な影響を持っています。 Your love is gonna be my love。 B が B、 B、 あ、 V だと V なんだけど、 B が普通に B。 B なのか。そう、 V。 Your love is gonna be my love。You are always gonna be my love。 ラが L だから、歯茎の後ろにね、舌をつけるといいよ。B と V がすごい難しくて、 LR の次に B と V かな、個人的には。私5年間ぐらい英会話習ってたんだけどさ、0歳から5歳まで、うんうんうん、米軍基地に行って。米軍基地に米軍基地にってなったの。なんかね、 B と B がマジでうちめっちゃ苦手で、今でもできない。B と B マジ聞き分けられなくて、うん、めっちゃ今ね、今ほんとちょうど今そこをもう一回ちゃんとやろうと思って勉強してるところなんだ。ほんとなんかさ、難しいんだよ、基地の中でさ、うんうん、勉強してた。まあ0歳からって言っても、ちゃんとやったの3歳から5歳だから2年しかやってないんだけど、うん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 、大人になると忘れるよね。あー、でもなんかね、 I want a face of cake とかばっかり言ってたの覚えてる。 I want a face cake? I want a the face of cake。 Place of cake? Piece of cake? うん、 Piece of cake。 Piece と of とケークってつながるから、 Piece of cake ってつながるよ。 Piece of cake のこと？ Piece of cake。ピース。それだとピースオブケーキだね。ピースオブケーキ。でもフェスケーキってつなが、あの、分かってたよみんな。あのね、それだと分かりはするけど、日本英語っぽく多分なっちゃうかな。なんかね、オブって難しくて、オプブって言わないんだよ、そもそも。オフオフってなるから。あ、なんかあれかもな、なんか人によってさ、あの地域によってさ、発音って違うからさ。うんうん、なんかイギリス英語だと例えばキャットとかカットになるんだけど、とかかな。英語出てくるとは英検持ってる方がいい感じなんですかね。うん、いや、英検は正直あまり、個人的にはなんだろう、英検を取るのは大学用だと思う。地下に行きまっちゅ。じゃあ、ラッシュさん、ちょっとご飯を。そうそうそう、イギリスだとキャントがカントになるんだよ。アイカンになる。
私ケントって普通に言われた。ケントって言われた。ケントはすると普通の英語、イギリス英語はカントになっちゃうんだよ。そうだから。だから私は習ってたのがそっちだった。多分イギリス英語習ってたの？わかんない。イギリス英語だと米軍の人にイギリス英語って言うのかな？あ、違う。だから普通にケントって言われたよ。I can't って言われたこと？うん。I can't って言ったら普通だね。そう、英会話がそうなの。英会話がガチでの。そうなの。私はあ、だからね、聞き取れるのよ、私。普通にTOEIC、そう、TOEIC がいいね。TOEIC。聞き取れるけど、ちっちゃくて覚えてないから発音は、あ、でも他の人よりは全然いいって言われるけど。書けないタイプの人。私ね、書くのめっちゃ苦手なんだよね。書くのはね、あんま得。書くの難しいよ、ね、なんかさ、書くのって覚えなきゃいけないのめっちゃ難しい。あ、無駄に英会話の成績だけ良かった人だよ、私。なんかね、オーラルコミュニケーションっていうのがあるんだけど、オーラルコミュニケーションが得意な人と、ね、ランキングが得意な人とだいぶ違うんだよ。そう、で、日本の人はオーラルコミュニケーションはあんまりやらないかも。オーラルコミュニケーション、オーラルコミュニケーション、そう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 。私はリスニングだけ無駄に上手だった人だよ。リスニングでも上手のめっちゃいいことじゃん。リスニングはね、本当にね、できた方がいい、絶対。リスニングだけ満点取って他でとんでもない点取る。リスニングはね、マジで、ね、できた方がいいよ。あ、だから書かれていることの内容も若干わかんのよ、うんうんうん、だけど自分が言葉とか発音じゃないけど、うん、なんかはできないから、うんうんうん、わからないの。なるほどね。でも一番いいのは恋人をね、海外の人にすることだよ、そらちゃん。いや、本当に恋人を海外の人にすることがいいことだよ、そらちゃん。そらちゃん、そらちゃん、素敵な海外の方を見つけましょう。将来の旦那さんは素敵な海外の人だ。日本の人がいい。普通に誰でも誰でも。あ、みんなこれはチャンスですね。これはチャンスですよ、皆さん。そういう意味じゃなくて、誰でもっていうのは、なんか、なんて言うんだろう、これはチャンスですよ、皆さん。特にここの人じゃないとやだみたいのはない。じゃ、これはちょっとリスナーの皆さんとアピールしてもらわないと。僕こそはそらさんのおもこさんに。そらちゃんにはすごいお金持ちの人と結婚してほしいな。は？そらちゃんにお金持ちの人と結婚してほしい。そらちゃんがおばさんになって、おばさんになってって言い方するとあれだけど、おばさんになったらすごいお金持ちの人と結婚してほしい。暗い、暗くて帰れなくなった。え、あれは持ってない？何も。松明忘れちった。ちょっと待って、持っていくわ。オッケー、助けに行きましょう。どんどん深掘りしていくわ。ダメダメダメ。生きて生きて生きて。え、こんなところにも洞窟ある。え、なんか新しく生成されてないこれ。いや、そらちゃんはね、私はね、本当にね、どこかの王様とかと結婚してほしいと思ってる。なんか王様になるの？プリンセス感があってほしい。プリンセスソラみたいな、なんか、なんかどこまでもプリンセスでいてほしい。白馬的なところでね。みんなは石油王がいいんだって